どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ネスレの案件一つね紹介していきたいと思います。昨年に続いてね、今年もねちょこちょこ案件出てるんですけども、完全黒字案件がね、出ましたので、今回紹介させていきたいと思います。ネスレ、春活ウェルカムキャンペーンっていうのがね、ポイントサイトに登場しましたので、今回ねこちらの解説ねやっていきたいと思います。こちらの、ネスレ、春活ウェルカムキャンペーンなんですけども、ポイントサイトね EC ナビを通して、こちらのキャンペーンね、ネスレの定期便の案件なんですけども、こちらを、利用するとですね1万8000分のポイントがねもらえるっていう案件が出てるんですよね。すごいポイントですよね。でこちらねどういう案件かっていうと、ネスレのね定期便を利用するね、案件となっておりまして、初回の注文をね2万円以上利用するっていうのが条件、もう一つが、3回以上の受け取りが、条件っていうふうになっております。でこちらね初回の2万円分の、購入なんですけども、2万円分の商品は購入しなきゃいけないんですけども、ネスレの方からね1万5000円分の割引が入ります。ですので、実質負担額は5000円っていうふうになります。で2回目3回目はですね商品をね2枚以上購入しなきゃいけないみたいな縛りはなくなりますんで、好きな商品をね利用するっていう形になります。で実際にね商品もねこの後見ていきたいなと思うんですけども、先にね注意点ですね、この案件はですねすごいね完全黒字案件なんですよ。ですけども今までねネスレを利用したことある方はですね残念ながら対象外なんですよね。ですんで、ネスレのね、定期便の利用を、初めて利用される方限定でね、利用できる、案件となっておりますんで、その点はね注意してくださいね。今までね、利用したことある方が、この案件ね利用してもポイントもらえなくなっちゃいますんでね。ですんでそうなるとね、黒字なくなっちゃいますんで、その点は注意してください。で、初回は、2万円分の注文が必要。先ほど言った通りね、2万円分の注文が必要なんですけども、1万5000分のね、ネスレからの割引が入りますんで、実質は5000円の負担っていう感じになります。で、2回目、3回目の指定品はなしで、3回目の商品受け取りが必要っていうふうになります。この点もね、覚えておいてください。1回目の商品受け取りだけで解約したりねできませんので、2回目3回目っていうのはね確実に受け取りが必要となりますんで、その点もね、覚えておいてください。でやはりね実際にこの案件を利用した、最低利用金額っていうのはやっぱり知りたいですよね。ネスレの商品のこの定期便の案件もですね今ねキャンペーンの方のね商品を見てきて一応ね画像を出すんですけども、この画像の商品がですねいつもあるっていうのはねちょっと限らないんですよね。その時々タイミングでねちょっと商品変わったりするそうなんで、その点もちょっと覚えておいてくださいね。一応ね、最初の商品はね2万円分の 利用が必要っていうふうになってますんで、こんな感じの商品を利用して2万円以上のね商品の、購入が必要となります。で、2回目以降はですねその縛りがなくなりますんで、好きな商品をね、好きなだけ何かの商品1個でももちろん OK ですよね。ですんでこちら画像の中のミックスセット3月ウェルキャムキャンペーンの1063円の商品がありますよね。こちらを2回目3回目注文するっていうのもねもちろん OK です。この中だとね一番お手頃な商品になってますよね。最低利用金額っていう話になると、1ヶ月目が5000円の負担になりますよね。で2ヶ月目3ヶ月目はこのミックスセット3月ウェルカムキャンペーンっていう、こちらは多分お湯で飲むドリップコーヒーじゃなくて、粉のコーヒーだと思うんですけども、こちらね2回3回、利用すると、こちらね1063円で4000円以下だとですねネスレって残念ながら送料がかかってしまいますんで、2ヶ月目3ヶ月目は、1480円ぐらいプラス税金みたいな感じに、ね、なるかと思います。ですんで、それが2倍ぐらいですね、3000円前後っていう感じになりますかね。ですんで、合計すると、8000円ぐらいのね、自己負担になるんじゃないかなって、思います。で、ポイントサイト EC ナビからね、1万8000円分のポイントがもらえますんで、こちらね、差し引きしたとしてもですね、
黒字案件ですよね。1万円は絶対手元に残る案件なんですよね。計算はちょっとね例としてやったんで、まあちょっと9500円になったりね、1万500円になったりする可能性はもちろんあるんですけども、まあ大体そのぐらいのね、黒字っていう風になるわけなんですよね。いやこれすごいですよね。でこのね案件のもう一つおすすめポイントはですね、このネスレの定期便の案件って2年前からですね、まあちょこちょこ出て、おととしとかね、本当にネスレ祭りって言われるぐらい、ね、このネスレの案件はすごかったわけなんですけども、まあ、今回のこの案件はね、何がおすすめかっていうと、今ね、商品一覧出させていただきましたけども、こちらね、ネスカフェのマシンがなくても利用できる案件なんですよね。まあ、これどういうことかっていうと、このネスレの定期便の、案件って、基本的にマシンをレンタルするんですよね。まあ、ネスカフェバリスタアイとかネスカフェドルチェグストってまあ聞いたことある方多いと思うんですけども、まあそういうマシンを借りてそのマシンの粉をね利用してお試しみたいなのがね結構多いんですけども、そういう案件だとですね、定期便をね解約した後にですね、あのマシンをね有料で返さなきゃいけないんですよ。でこのマシンのね返却っていうのが有料なのか無料なのかっていうね、私もこれ分かんないんですよね。まあ、私今まで利用した案件で送料ね基本的に実費で返すことの方が多かったんですけども、その中でもですね1回か2回ねネスレ側ね取りに来てくれたキャンペーンもあったんですよね。ですねこれちょっと一概には言えないんですけども、まあ基本的にはこっちで負担してこのマシンを返すことになるわけなんですよね。まあそのマシンをねこちらで負担で返すってことはですね、まあ、もちろん分かっていただける通り、まあ、送料がかかるわけなんですよね。ですねこの黒字部分のね一人金額が、まあ、ちょっとそれで下がってしまうんですよね。まあそういうのがないのでこの案件はねそういう意味でもかなりおすすめなんですよね。いかがだったでしょうか。今回は春活ウェルカムキャンペーンっていうのをね、紹介させていただきました。個人的にはですねこのマシンの返送料もかからずして、このねネスレの案件を利用できて、さらに完全黒字案件ですんで、まあね今まで利用したことない方はねぜひ積極的に、狙っていただけたらなと思います。今回の動画はねちょっと簡単な動画になってしまったんですけども、こんな感じで終わりたいと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。